懐かしいよね。ゴールドとブラックのカラーが本当に綺麗だよね。もうね、劇中のスタースクリーム最高ですね。お母さんおたの秘密基地。動画を盛り上る皆さん、こんにちは、おたほです。今日紹介するおもちは、これだトランスフォーマーアニメイテッドプロール、スタースクリームにアイアンハイドだ ああ、全国のトランスフォーマーやろう玩具ングやろう集結せよ今回の動画が面白かったらチャンネル登録や熱い高評価よろしくお願いしますそれからこの動画は大人向けのレビュー動画になりますちびっこでもし見たい方はお父さんかお母さんと一緒に見てねそれでは早速レビュー行こうトランスフォーマーアニメテッドのレビューは今回が2回目です。懐かしいよね前回は後ろにあるオプティマスプライムとバンブルビーをレビューしました 今回の3体、どれもね、これもまた傑作です。まずはこれがデラックスクラスのオートボット。正義の味方の方ですね。プロールと言います。この金のメッキ調の塗装が綺麗です。これね。さあ次。ボイジャークラス。イケメン、自称イケメンのナンバー2。ディセプティコンのスタースクリーム。このキャンディ塗装のブルーが綺麗です。そして最後は、 えっとね、これも、これもまた可愛いんだよね。リーダークラスのアイアンハイド。これは海外の時はバルクヘッドというキャラクターだったんだけど、今回のアニメイテッドで新しい新キャラクターとして登場したんだけど、まあ、日本で放送された時はアイアンハイドとなりました。まあアイアンハイドで定着していますね。これは番組の後半に発売されたリーダークラスの大きいやつですね。これはライトサウンドギミックがあります。そうそう、これがリーダークラス。 トランスフォーマーってね、結構ね、クラスが。サイズの名前があるんだけど、リーダークラス。まあ、でかいやつです。で、中間のサイズのボイジャークラス。で、まあ、ちょっと小ぶりなね。ロボットモードでおよそロボット魂とか、144分の1スケールの、まあ、ガンプラぐらいのサイズのデラックスクラス。この3つが主力アイテムですね。さあ、どれから行こうか。うん、そうだね。まずはプロールから行こう。 プロールはどんなキャラクターかというとね、ちょっと気難しく、いつも一人でいるような感じですね。最初は誰も仲間を信じていませんでした。だんだんね、こう打ち解けていって、仲間の大切さとか、いろんなことを学びます。本当にこのアニメをこう見ていくと、一番成長したキャラクターだったなぁと思いますね。なんとかであるっていうふうによく喋ります。各部のこの塗装が綺麗ですね。ゴールドとブラックになっています。 これは警察車両のバイクになっています。なので、ここにパトランプがあります。この走行させるときは、この部分を上に上げてから、このように行います。あとはね、付属品としてこういうパーツもついてきてます。えー、信号機。まあ、このプロルというロボットは、あなんかその辺にある武器、その辺にあるものを使ってね、こう武器にしちゃってこう攻撃するっていう設定があったようです。劇中ではそんなにそういうことはなかったかなと思います。 この信号機のライトの部分がクリアパーツになっていて、ビークルモードでどこかに取り付けることはできなくて、ロボットモードの時にね、武器として持たせることができます。さあ、それではね、プロール変形させようトランスフォーム今回のプロールのオタファテクニカルレベルは、ズバリ3である。それではいかこ,これもね、面白い変形をします。このパーツを上に起こし、真ん中で割る。 ここがクリアパーツのピンがあるんで気をつけたいところだね。こういう感じ。割ったら、このように伸ばす。反対側も同様さあ、そしたら、次はここにロックがあります。このロックを外して、で、この下の部分がね、足になります。これを伸ばしていきます。ロックを外して、 こういうい感じ反対側も反対側はここにロックがありますこれをちょっと引っ張ってこ,これ暗くて黒いパーツってちょっと見づらいよね <laughs> こういう感じで逃がしてこっち側はせーのこのように回転させますそしたら一旦このままシュ ちょっとカメラを起こしますさあ次はこのパーツを後ろに起こすとこのカバーが連動して開きますこの中に頭部が入っていますこっちまで持ってくるそしたら再びカバーを閉じて下半身を前に向けて足を整える そしたら、腕を下ろして、この部分が上に上がります。これはクランク状で持ち上がるような感じですね。こういう感じ。あとは、ああ、そうだそうだ。これですね。ハンドル。ハンドルを中にしまって、あとは、かっこいいポーズを作れば、 変形完了プロールロボットモードだあー、足回りを中心にね、面白い変形ですね。見事にトランスフォームして、ロボットモードになりました。細身なプロポーションが特徴です。後ろ。このガゴールドとブラックのカラーが本当に綺麗でね。いい感じです。近くで見てみよう。まずは上半身および頭部のアップ。 顔は個性的だよね。ちょっとこうサングラスをかけたような感じになっていて、これは顎なのかなあの、顔が長いね <laughs>。まあ、アニメとか見てるとあんまり気にならなかったけどね。うん。この全体のボディにはすごく合っているかなと思います。こんな感じ。オートボット。オートボットのマーク。こんな感じ。で、武器は、劇中でよく使っていた、これはトレーって、中にギアが仕込まれていて、一つのブレードを展開すると、 同時に3つが展開するソーサーエッジ。このように手で持たせることができます。こんな風に劇中ではソーサーエッジを投げて攻撃していましたね。それから他にも武器があって、このパトランプの部分が180度回転してトンファーになります。余談なんだけど劇中ではプロールを中心としたエピソードも結構あって、そういうのも面白いですね。あの、プロールにはヨケトロンという師匠がいて、 ま、その師匠のお話とかも面白いです。あと、武器はこの信号機。まあ、これはね、こういうふうにこのまま手で持たせることができます。まあ、持たせても特に、うん、なんだろうね、こう <laughs>。ま、こういう感じになります。プロールの遊び方はこんな感じ。さあ次、次永遠のナンバー 2! スタースクリームまね、劇中のスタースクリーム最高ですね。 このトランスフォーマーってこう何十年あっていろんなシリーズがあるんだけど、まあ割とあ、まあいつものスタスクって感じですね。ナンバーツーで、こうメガトロンの次のね、リーダーを、リーダーの座を狙っているという感じです。自称イケメンです。造形はこんな感じで、まあ全身浴になっているウィングが特徴ですね。で、日本版はこうキャンディーカラーになってて、あとはレッドのところもありますね。ブルーとレッド。ウィンドウの部分はクリアーパーツ。 まあボイジャークラスなんで、ちょっと大きいですね。いい感じ。重みがあります。裏から見るとこんな感じ。ここにミサイルがあります。あとはランディングギアが、こうありますね。3つ。あの、宝のトランスフォーマーって、こうジェット機モチーフとか、空飛ぶ系って、絶対ランディングギアあるよね <laughs>。まあ絶対とは言わないけどさ、必ずこういうのあるんだよね。こういう精密感を忘れてないところが好きですね。 まあ、たとえこのモチーフがアニメ、そのアニメチックなデザインであっても、そういうところを忘れてないてとこがいいな。さあ、それでは変形させようかね。スタースクリーム、トランスフォームスタースクのタファテクニカルレベルは、んこれも3かなあの、オート毛布という、こう自動で変形するギミックが一部あります。これもね、なかなか面白いですね。ゆっくりかあ、そうだ、ギミックね。ミサイル。一応これも発射させよう。ここ、この黒いのがスイッチですね。 こんな感じでね、発射できます。こんな感じ。さあ、それでは変形いこうか。まずはランディングギアを収納。3箇所あります。これを折りたたんだら、このキャノンの部分をこっちに向ける。そしたら反対側、ウィンク、尾翼を折りたたみ、 スラスターを開く。これが足首になります。ごめん、今触ったら <laughs> 外れちゃったんだけど、うん、ここを外しますこ。これに外したら裏返して、で、ね、こっからが面白いんだよね。この、このブロック一体を前に持ってくると連動して機種が下がります。ちょっとゆっくりやろうか。えっ、ー、と、これ見えるか。こういう感じですね。 ちょっとずつ中に入っています。で、そしたら今度は腕。これを外側にこう倒すと、ここのギアが連動して、せーの。これ見えたかな腕が折りながら、こう頭部がぴょこって出てくるっていうギミックがあります。あとは各部、細かい部分を調整します。 腕、足。このようにして、後ろ。ここに引っ掛けるところがあります。ウィングを引っ掛けて、後ろ。左右を開いて、後ろのウィングになるわけですね。このようにしすれば、変形完了スタースクリームロボットモードだ おぉいや、いいよ、このプロポーション。なんか、あの <laughs>、いかにも悪そうな、何か悪だみを考えてそうな、このプロポーションがいいですね。やっぱこの前後の頃の、やっぱ劇場版劇場版があったんで、そのプロポーションもどこか、あの、ムービーのスタースクリームっぽいフォルムになっているかなと僕は感じました。こうなんか、面白い立ち方をしています。後ろ。ちょっと近くで見てみよう。 まずは上半身及び頭部のアップ <laughs>。あの、ニヤッとしてますよね。この修行ギミックが大変効いていて、オレンジのクリアパーツが光ります。このアレンジ本当にいいよね。もう本当に劇中のあの、なんかちょっと悪だくみな感じがよくでき出てて、いいね。この腕周りにその劇場版のなんかテイストを感じるかな。足。足もちょっと細くて、面白い形をしています。 ちなみにさっきのミサイルはここに取り付けることができます。発射スイッチは後ろにあります。こんな感じ。スタースクリームも劇中よく登場しましたね。あのナンバーワンの破壊大手メガトロンが頭だけの状態になって登場してるんだけど、うん、もうその間はもう結構スタースクリームが登場してましたね。あとはこのスタスクの色違いのスカイワープとかサンストームなどが登場していました。スタースクリームはこんな感じ。 さあ、そして最後は、アイアンハイド。近くで見ていこう。やっぱリーダークラスなんでね、でかい。そして、ずしっと重たいです。で、これはライトサウンド。サウンドギミックと発光ギミックがあります。ここのボタンを押すと、せーの。<noise> このように、パトランプがはっ、えー、鳴って光ります。鳴って光るうん。<noise> こんな感じ。 でね、このパトランプは一回ボタンを押すとしばらくずっと光ってる感じですね。で、劇中に登場しているやつとは違って魚雷がありますね。魚雷は外れます。これ全部で左右に2個ずつあって4個あります。で、アニメイテッドの国内版の玩具といえばキャンディー塗装。キラキラしてるんだけど、このリーダークラスのやつは、あの、ウェザリング加工が施されています。こう、ミリタリーな感じ。うん、でも、なかなかいい感じですね。 で、アイアンハイドは、ボイジャークラス。一回り小さいやつがあって、そっちはキャンディーカラーの鮮やかなグリーンです。アイアンハイドはね、なんと言っても、<laughs> あ、もう本当にね、気は優しくて力持ちという感じで、その、オプティマスのグループの中で一番こう、まあ、優しくて、あの、人間思いで。あとはね、仲間をね、とても大事にします。前回レビューしたバンブルビー。これと一緒に並べるとこんな感じ。ああ、二人はベストフレンドです。 お互いとても仲が良く信頼し合ってますね。劇中でもそういった感じのエピソードがありました。あのね、確かね、えー、ワスプっていうキャラクターが出てきて、そのワスプが、あの、敵なんだけどね、敵、敵になっちゃったワスプと、こう、バンブルビーがこう、入れ替わった時に、どっちがバンブルビーだかわかんなくなっちゃった、みたいな時があって、その時に、あ、こっちが本物だよって言ってね、そういう、なんか、うるっとくるシーンがありました。うん、とにかく、 いいね。このコンビはすごくいい。あとはこのビークルの再現でもすごくいいよね。で、今考えたら、ここね、ステッカーが貼ってあります。これはね、この当時、今まだあったっけ ?eHobby っていう通販のサイトがあって、そこで買い物をすると、あの、こういうインシグニアっていうね、こうマーク。まあ、そのディセプティコンかオートボットのシールがあったんだけど、それ貼ってますね。<laughs> なんか懐かしいなまあ、アニメイテッドがも,もう9年前だからね。 すごい懐かしさを感じます。さあ、それではね、アイアンハイドロボットモード行こうか。お母ちゃんトランスフォームアイアンハイドのオタファテクニカルレベルは、ズバリ、そうだな、4かな。まあ少しね、えー、大きいだけあって変形固定がちょっとあります。だけど面白い変形をします。それでは行こう。まずは後ろ。これ足ですね。足を出します。ここにロックがあります。 ロックを外して出して、さっきこう収納されていた、このピンが出てきます。次は、正面のタイヤを折りたたむ。そしたら、この、ここをつなげる。ロック。足首。これを下に倒して、このようにします。この時点ではね、後ろが重いんでまだ立たないです。後ろのカバーを開く。 今度はサイドのカバーも開くこうそしたらここを折りたたむ下に倒してこれが腕になりますこのパーツを外に出す出しながら形を変えていきこういう感じでね下ろしていきますクリックが気持ちいいよねでここの部分が魚雷のところが 180度回ります。こんな感じ。反対側も同様。ゆっくり行こう。ロックを外し、こ前に持ってきながら、このようにね、クリアランスを作ります。反転して前に持ってくる。うそうすると、このようになります。さあ、そしたら、今度は、このパーツを、 押し込む。そしたら、まあ僕の理想的にはね、この頭部は最後が <laughs>、隙派なんだけど、ここがね、今やらなきゃいけないやつですね。ここを上に起こすと、こうギガゴゴ音が鳴るんでね、これいいよね。変形途中のサガウンドこれが鳴って、このカバーを起こした後、ボディを、 上に持ち上げます。これ見えるかなこう,こうなってたのを、この時点でこう起こすわけですね。ここまで来たら、左右の腕を接続できるわけです。さあそしたら、左右のカバーを下ろし、この下のカバーも左右に分割して、上に起こす。 正面から見るとこんな感じ。さあ、そしたら、このパーツを半分に割り、ここにレールがあります。このレールに沿って、こっち側に持ってくるわけですね。で、このキャノン砲を、こっち側に持ってきて、ここはまだ固定されないんだけど、このカバーで、ちょうどね、これもピタッと来るところがあって、ロックはされないんだけど、ここで固定できます。劇中っぽくなるわけですね。 反対が戻同よ。こっちに持ってきて、キャノンを倒して、挟めば、変形完了アイアンハイドロボットモードだおー,ー,ー、見事に変形したね。僕ね、この変形すごい好きなんだよね。あと、このプロポーションもう劇中まんまだよね。もうすごい巨漢で、もうまさに、うん、こういうパーツがあって。 そうだね。あ、で、このリーダークラス残念なのはね、レッキングボール。よく、あの、劇中で、レッキングボールって言ってた、あの、ボールないんだよね。なんだけど、えー、ここにレバースイッチギミックがあって、こう、パカパカ、こっちの手が動きます。こう、鍵詰めになってるんだよね。で、こっち側は、えー、そう、そうって、えー、英語で今言ったんだけど、ノコギリみたいになってるんだよね、こっちに。レバーを下に下げると、くるくる回るやつ。 こういうのがあります。まあ、なんていうのかな。リーダークラス。一昔前のトランスフォーマーのリーダークラスっていう感じでいいね。こうボリュームがあって、こうギミックがあります。で、これだけ結構ずんぐりしてて、上半身重いのにちゃんと立ってるところがすごいよね。後ろのまとめ方も見事です。一見すると側変形っぽいんだけど、なんだろうな、こうボディにうまく溶け込んでて、素晴らしいなと思います。ちょっと近くでじっくり見ていこう。 上半身および頭部のアップ。この顔が可愛いよね。で、サウンドギミックはロボットモードでもあって、音声は全部で3つあります。これ聞くと感動するよ。せーの。アアー <laughs> もう劇中のあの声です。で、音が鳴りながら、えー、どちらこれ。左か。左を向くっていう仕様になっています。どすこい。どすこい,いこれも劇中でよく言っていた。そして最後。 あお母さん <laughs> そうだお母ちゃんじゃなくてお母さんか、うん、これもよく言ってましたねいいわ目はクリアブルーなんでこう発光すると光るんだけどこの発光する色がオレンジっていうのがねちょっと僕は昔気になったからこれブルーだったらなお良かったよねかわいい声です こんな感じ。あ、あとこれ胸部も光ってますね。こんな感じ。各部が光ります。もうこれの本当にプロポーションは素晴らしいなと思いますね。各部が。ここにね、クリックがあって。気持ちいいです。あとは付属品で劇中に登場したヘッドマスター。これも付いてくるんだよね。 ヘッドマスターっていうモチーフを持ってくるところが面白いなってその当時は思いました。造形はこのようになっていて、ここはクリアーパーツ。劇中ではこう、ここにね、人が乗って、こういう感じで、あのー、動く、動くキャラクターなんだけど、これで、ね、面白いのは、このまま被れるんですよね。劇中でもアイアンハイドがこう被って、あの、なんていうか、こう、ちょっと乗っ取られるような描写がありました。被せると、こういう風になります。おお、<laughs> ヘッドマスターを装着した状態はこんな感じです。 で、ヘッドマスターをセットすると音声が変わります。超最高ヘッドマスター超最高超最高ヘッドマスター超最高超最高ヘッドマスター超最高このギミックすごいよね。ここに認識ピンがあって、 こんな風にね、変わるわけです。ヘッドマスターはこんな感じ。ちなみに他のリーダークラスとかにもこう被せたりとか、そういう拡張遊びもできます。アイアンハイドのロボットモードはこんな感じ。さあ、そして最後はね、他の前回レビューしたオプティマスプライムやバンブルビーも一緒に並べて比較するとこんな感じです。いや、いいね。なんかトランスフォーマーの魅力ってこういっぱいこう並べると、こうバチャバチャした感じがね、いいんだよね。 で、僕がリーダークラスのバルクヘッドが好きな理由っていうのは、ズバリこのサイズ感だね。オプティマス、うん。まあ劇中ではもうちょっとでかいんだけど、うん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 。まあオプティマスと並べたり、バンブル,ンブルビート並べて、非常にいい感じだなと思うんですよね。ボイジャークラスのやつはね、うん、そうだね。バンブルビート同じぐらいの背丈になるんだよね。これ、いいわ。 で、ディセプティコンは今のところまだ1体しかレビューしてないんだけどね。他にも、もうアニメーテッドはいろんなキャラクターが出てきます。アニメイトはね、アニメーテッドは本当に素晴らしいよ。うん。えー、スタースクリーム。そうだね。スタースクリームさっき劇中によく登場するとは言ったんだけど、どっちかっていうとね、スタースクリームより、えっ、ー、とね、ブリッツウィングとね、ラグナッツが結構出てたね。あの辺もいいし、プロールもね、 アニメーテッドまだ見たことがない人はね、もうプロール、もう本当にね、この、いいやつなんだよな言いたいけど、ちょっとあえて言わないとく。あとはバンブルビーも劇中ですごくフィーチャーされてるし、うん、オプティマスプライムも。あの、この間ね、総司令官って言ったんだけど、ごめん、それは間違いだった。あの、コンボイの舞台。あ、あオプティマスプライムの舞台の中の、まあ、司令官だね。本当の総司令官は、あの、違う人がいます。 アニメーティッドっていうのはね、エリートガードっていうオートボットの正義の軍団の精鋭部隊があるんだけど、まあ、そこで、まあ、ちょっと何かがあってオプティマスプライムはちょっと違う方に外れちゃったんでね。で、外れちゃって何かがあって、まあ、いろんなね、キャラクターが出てきて、もう本当に楽しいです。 アニメイテッドまだ見たことない人で、こういうキャラクターのこのデザインに,に偏見を持っている人は、一回なんかちょっとこう、全部取っ払って、今までのトランスフォーマーもなんだったら忘れて、これはこれとして見るとすごく楽しい。アニメイテッドは僕は唯一無二のトランスフォーマーだと僕は思ってるんですね。 いやー僕、大体他のキャラクターも、ほ、ほとんどのもの持ってるからね、次、あれをレビューしてほしいとかね、あの初期メンバーだったらね、ここにね、え、ラチェットっていうキャラクターがいて、ラチェットもいいんでね。<laughs> まあ話し始めるとちょっと止まんないんだけどね。まあ一通りの遊び方はこんな感じです。次ね、レビュー見たいなっていうので、ね、ぜひコメントで教えてください。今回の動画、面白かったら楽しかった <laughs> 俺もトランスフォーマーが好きだ。アニメーティッドが好きだという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕はツイッターもやっています。ツイッターのフォローもどうぞよろしく。あとどんなことでも結構です。おーたまー。俺アニメーティッド昔見てたよ、とか。あー確かに、いいエピソードいっぱいあったね、とか。 あ、こんなの覚えてるとか、こんなキャラクターいたとか、あ、次あれレビューしてほしいとかね。はたまたアニメテッドじゃなくても他のトランスフォーマであーで、トランスフォーマーユナイテッドのドリフトのレビューが見たいとかね。あ、そういうのでも全然構わないで、どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。アイアンハイドにしよう。あ、これ聞きたかった。 <laughs> またねー